皆さんこんばんは。スワクボイラーのポンです。ジローです。今日はですね、はい、新型コロナウイルスのね、うん、ワクチンをね打ったばかりのポンちゃんとね打ったばかりでね、もう熱絶対あるよね今ね。ね、すんげえたるそうな顔してるね先生。ポンちゃんと、はい、ね、そのポンちゃんに鞭を打って無理やりラジオを撮らせているねジローさんでね、はい、スパルタのジローさんのね、はい、お二人でお送りしたいと思います。スワクルレディオ、yeah. いや、スワクルレディオ、yeah. やっていきたいと思います。はい、はい、ね、なんでそんなね、しんどそうなポンちゃんをね叩き起こして、うん、この動画を回してるのかとね、うん、言いますとね、ちょっとね、ラジオ収録するネタ他にもあったんだけど、うん、今日どうしてもね急ぎでもうすぐに皆さんにシェアしたい情報っていうのが、うん、もう緊急速報ですよ、うんうん、ありまして、うん、でね、それをちょっとポンちゃんにもね今初めて見せるんで、はいはい、皆さんと一緒にねそのファーストリアクションを楽しんでいこうかなっていうふうに思います。はい、で今日紹介するのはいつもねアメリカのブリーダーばっかり紹介してたんだけど、うん、カナダのブリーダー、あ、うん、うん、なんか身に覚えがあるカナダのブリーダーといえばカナダなんだ、カナダなんだって、そう、イミテーションクリエーションズ、クリエーションズ、さあイミテーションクリエーションっていう、うん、あのカナダのファームブリーダーになります、うんうん、ね、あの YouTube もね結構盛んにやってるねブリーダーさんでね、うん、うん、みんなね多分1回ぐらい見たことあるんじゃないかなっていうふうに思います。で彼に関してはねちょっとまた深掘ったと、ね、ラジオを撮ろうとは思うんですけど、はい、今日はざっくりね彼のことを説明すると、うん、スキンヘッドで、うん、ひげもじゃで、うん、結構かんなんてがっちりした、がっちりした、うん、おじさんのね、うん、入れ墨いっぱい入ったおじさんなんだけど、ステッカーめっちゃ貼ってるな、そう、ステッカー天井に貼りがちなね新しいあのブリードルームでは天井には貼ってないみたいだけど、ね、壁だよね、そう、そう、壁に貼ってるみたいだけど、うん、そうでね、だいたいエッグカッティングって言ってるね我らはそう呼ぶ、そう、エッグカッティングおじさんって呼んでる ねそう、あのエッグカッティングって言って、あの皆さんご存知かもしれないですけど、あのボールパイソン卵で生まれてきて、その卵をあの切ることをね、うんうん、エッグカッティングって言うんだけど、まんまや、そう、エッグカッティングの動画ばっかり出してるねね、愉快なね入れ墨入ったおじちゃん、わお、わおってさ、アウサムってすぐ言うねそう、そんなおじちゃんの、はい、今日インスタを見てたんですよたまたま、うん、そしたらもうオーマイガーの子がね、うん、いましたよ、うんうん、ちょっと一緒に見ていきましょう、うん、うわー、これすごくない？いいね、何クラウン入ってそう、おー、よくわかるじゃん、見てこの頭、え、これすごくない？どこが目ですか？そうそうそう、目が2つあるように見えるよね、ね、これクラウンなんだけど、うん、何入ってると思う？見ないでね、まだ、うん、ちょっと見ちゃった見ちゃったちょっと見ちゃったね、ちょっと見ちゃったね、うーん何が入ってるでしょうなんだこの抜け感は、抜け感はゴースト、お、違う、違うよ、違うの、うーん、そう、でもこの抜け感はね確かに、ああ、あれだなって思うよ、この鱗の抜け感、ヘッドストンプと体の感じが全然違うよね、うん、体は淡いのにヘッドスタンプはめちゃくちゃバキバキっていう、ね、頭だけ、そうで、この背中にかけてバックラインっていうんだけど、バックラインの抜け方はね皆さんちょっと 見覚えがあるんじゃないかと思います。フリーウェイでございます。あら、あら、フリーウェイさ、コンバなんだ、そう、フリーウェイって鱗こういう感じで鱗が一つ一つの輪郭がはっきりするような抜け方するよね、うんうん、白く、うんうん、そうそう、鱗の周りが白く抜けて鱗自体ははっきり色が出てる、うんうんうん、そういう抜け方をするんだけど、色の抜け方
そうやって見るとあのフリーウェイ独特のあの路線っていうかさ、うん、背中の道路の模様はないけど、うん、雰囲気はフリーウェイだよね、うん、色合い、そう色合い、うん、確かにフリーウェイクラウンにパステルエンチが入ってる、はい、多分エンチの作用で、まあ、その道が結構なくなってる感はあるんだろうけど、うん、まあ、そんな体のことはねどうでもいいんですよ。体もすごいんだけど、うん、体もすごい、顔よまず顔顔見てこれ、アップすぎてピンボケピンボケすごいよ、遠隔レンズ使ってこれすごいね、これすごいね、いや高そうな、本当にあのクラウンでピエロっていう意味なんだけど、うん、本当にピエロだよねこれ、ぽいぽい、あのディーグレーマンって漫画知ってるかな、分からん、分からんよね、皆さん知ってるか分かんないですけど、本当ディーグレーマンの世界観のピエロっていう感じなんだよ、うーん分からんねそうそうそう、本当にねすごい、うん、うわかわいい、かわいいし、これいかついくせにね、かわいい、これデザゴ入ってそうだなってパッと見ね思ったんだけど、この顔のはっきり感は、うん、これすごいね、いいね、うん、え、なんでこうなるんだろう、目がミッキーだ、隠れミッキーいる、メンタマンとこ、メンタマンとこミッキー、うわあすげえ。そう、今日はねこれをご紹介したかったです。なるほど、うん、もう僕らの言葉なんかいらないぐらいすごい答えだと思います、はい、これでまたクラウンの新しいコンボができてしまった感じがするね、うん、そうなので、これについて何を話そうって思った時にやっぱクラウンの凄さを改めて感じたなっていうふうに思って、うんうん、そ、僕がボールパイソンにハマったきっかけっていうのはアザンパイとか、うん、GHI モハベとかだったりするんだけど、うん、当時そのクラウンにはそんな興味なかったんだけど、うん、そのブリードをしてくことを考えた時に、うん、そのクラウンいいですよって結構いろんなお店の人とかブリーダーさんに言われたの、うんうん、でなんでなんだろうって思った時に、そのクラウンって例えばシングルのクラウン、うん、クラウン単体をブリードした時も、うん、結構個体差がばらける、うんうん、それこそあの前に動画で紹介したヘッドスタンプの動画あったじゃん、うんうんうん、あれみたいにそのクラウンはクラウンなんだけど、うん、一人一人表情が違うクラウンが生まれるよっていう楽しさ、うんうんうん、だからやっぱうちのねお店とか動画とかを見てると、うん、クラウンに何か足してとかデザゴに何か足してなんぼでしょみたいな、パイに何か足してなんぼでしょみたいな動画作りになっちゃってるけど、うん、別に僕はそう思ってやってるわけじゃなくて、純粋にすごいのよ、うん、その劣性遺伝子が2つ3つっていうのはすごいことだし、うんうん、相当頑張んなきゃブリードできないけど、うん、やっぱクラウンだけをブリードしていろんな表情が見れるっていうこともボールパイソンの楽しさなんだと思うんだよ、うん、僕は、うん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 、でそうだからクラウン面白いよって言われて、ああなるほどなって納得したんだけど、さらにクラウンって他のモルフが乗った時の変化がすごいだよね、うん、そうなんか合わさってすごい変化を及ぼすモルフの代表として、例えばモハベ、例えばブルーアイ粒子にもなる、はいはい、白蛇にもなれるし、 GHI とかけて GHI モハベにもなれるし、うん、っていういろんな振り幅があるモルフだからおすすめですよってみんな結構言うと思うんだけど、まあ、なんだろう、私イエローベリーもそうだよね、イエローベリーもフリーウェイ作れるし、うん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 、そうそういうス、まあフリーウェイもあのブルーアイ粒子もスーパー体とコンプレックスなんだよね、うん、うんうんうん、だからスーパー体ってすごい変化を及ぼすことが多くて、うん、スーパー体のモルフはが出せるモルフはやっぱりブリードしてて面白いですよってよく言われるし、僕も自身もそう思うんだけど、うんうん、クラウンってスーパー体じゃない
よね。そうだね。劣勢だしな。そう、劣勢遺伝子なんだけど、例えばこのクラウンフリーウェイもすごい変化を起こしたけど、うん、今まで、ね、何回もラジオで紹介した JKR の、 あのバットマンだったり、うん、ポンペイだったり、うん、クラーケン、そうクラーケンだったりっていうのは、そのクラウンに何かを乗せたらすごい変化が出たよっていうモルフたちなんだよね、うんうん、でクラウンってかなり昔からあるモルフなのに、いつも最先端のモルフを掛け合わせられる、なんかやばいのには乗ってるイメージ、うん、そう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 、うん、だからなんだろう、そこが見えないなってもう今回のこの答えを見て思ったね、うん、いやもうクラウンは限界でしょっていつも思うんだけど、いつも裏切られる本当に。だし、その今言った挙げたのはなかなかね、何十コンボ30コンボ40コンボっていうね、なかなかブリードするのが難しい個体を挙げたけど、うん、クラウンモハベだけでも結構雰囲気変わるし、うん、クラウンウーキー、まあ今ウーキーが入手困難だからブリードは難しいけど、その確率だけ考えたらね、うん、別にクラウンとウーキーヘテロクラウンにね交配させればかなりの確率で生まれるから、うんうん、ブリード自体はねそんなに難しくないんだけど、その単一モルフ、一つだけのモルフ、うん、とクラウンを合わせてもカラッと雰囲気が変わるから、本当にクラウンっていいモルフだなとも思うし、面白い、まあブリード面白いっていうのはちょっとね人道、あの道徳的にあれかもしれないけど、うん、本当に面白いなって思ったね、うん、っていうのも共有したくて、お酒も飲まずポンちゃんを叩き起こして今回動画を撮らせていただきました。はい、はい、ごめんね、熱がすごかったね今日は。勝ってる勝ってる暑苦しい、うん、死んじゃう、死んじゃう。まあまあ、じゃあポンちゃんこれを飲んでいただいて、よいしょね、しんどいポンちゃんのためにノンアルのただの美味しいジュースを買ってきました。うえ、美味しい、喉にしみるぜ、喉にしみる。まあね、また後日このイミテーションクリエーションのね、動画は撮ろうと思うんですけど、ざっとどんなすごいブリードをしてるかっていうのを最後に見せてお別れにしようかな。なるほど、うん、過去のね、そう過去の、俺が大好きなねデザゴも当然ブリードしてて、うん、すごいねかっちょいい可愛い子がいてね、デザゴパイですよ。こんな感じになるんだよね。うん、なんかピンストライプとかレモンブラストパイボールみたいだね、うん、けどまああれはまあ、パイだからそんなにブラウンホワイトしないけど、やっぱデザゴだとね、そうね、ホワイトアウトしていくから、うん、もっと綺麗なパイボールになっていくんだろうね。はあ、はいちゅう感じでございます。そう、あと彼はね、当然ブリーダーだから、そのブリードの話のね YouTube 動画が多いんだけど、うん、結構なんかスタッフたちみんな仲いいよみたいな、こんな楽しいことやってるよみたいな動画も多くて、うん、なんかみんながそのメンテネしてるところの様子だけの動画だったりとか、うんうん、みんなでバスケしてるのところのね動画とかだったりとかね、うん、結構ほっこりする動画も多いんで、うん、ちょっと皆さんぜひチェックしてみてください。いいね、うん、俺の大好きなおじさま理想の、そう理想の、こそこんな風になりてえっていうねそう俺の理想な部分もある、うん、そう俺あんな風になったらどう、おわーって痛いよ入れ墨に頑張れ頑張れそんな感じの痛いの頑張って耐えてって感じだったね。ま
また深掘り動画作ってますので、作っていきますのでお楽しみにしててください。入れ墨のね、入れ墨の、え深掘りってそういう意味あ、違った違った違った、ごめん、そう、うん、ごめん、まだ俺ビビりだからそんな入れる怖くて入れれん続いては、はい、またね、ありがとう、ぽんちゃん。おや、寝ていいよ。おやすみ。